こんにちは、ゆいです。今回はこちらのスヌーピーではないんですけど、こちらは2回目ぐらいの動画でアップしたスヌーピーになるんですけど、ちょっと自分的にも顔がちょっとイラストに近いスヌーピーを作ってみたいなと思って、で、今回ミカミカさんからリクエストをいただいたので、もう少し頑張って作ってみたスヌーピーが今回こちらになります。で、今回はこっちのスヌーピーを作っていこうと思います。比較的パーツ部分はそんなに難しくなく編めると思います。耳だったり鼻、眉毛も、で、ベース部分もそんなに難しい編み図ではないのでサクッと編めると思うんですけど、私的にはここの口部分が一番手こずって頑張ってみました。で、今回使用するかぎ針は7号針と5号針、毛糸はダイソーさんのアクリル毛糸と、ロットが 20AK のミルキーホワイトと、ロットが 20X のブラックを使って編んでいきたいと思います。では、最初にここのベース部分を早速編んでいこうと思います。編み図的には、鎖編み斜めに回り、細編み16目で1段目が完成になります。で、2段目が22目。3段目28目。4段目34目。で、5段目が40目。で、ここのベース部分が完成します。では最初、鎖編み斜めに回り、細編み16目していきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7で、立ち上がり一目で、これで1段目が完成です。2段目が増やし目して細編み5目編んで、増やし目3回で、細編みが5目で、増やし目2回で22目にしていきたいと思います。最初増やし目を1、増やし目して
で、細編み5回、1、2、3、4、5回で、増やし目を3回、1、1、2、3回で細編みを12345回して増やし目2回1 2 2回で、これで2段目が完成です。で、次3段目、3段目は増やし目して細編みを6回して増やし目細編み増やし目細編み増やし目して、で、細編みを6回で増やし目細編み増やし目細編みで、3段目は28目にしていきたいと思います。で、3段目は最初増やし目します。増やし目、で、細編みを6回1 2 3 4 5 6回して、増やし目細編み増やし目細編みで、増やし目で、細編みを6回、1 2 3 4 5 6で、細編み増やし目細編み増やし目細編みよいしょ、で、これで3段目が完成になります。4段目は細編み2回増やし目細編み7回増やし目細編み2回増やし目細編み2回増やし目細編み7回増やし目細編み2回増やし目で、4段目34目にしていきたいと思います。で、4段目の始まりが細編み2回、細編み1 2で、増やし目して細編み7 1 2 3 4 5 6 7で、増やし目して細編み1 2で、増やし目で、細編み2回1 2
で増やし目で細編み7回1、2、3、4、5、6、7で増やし目で細編み2回で増やし目これで4段目完成です。次5段目、5段目は細編み1回増やし目して細編みを8回で増やし目して、細編み3回増やし目3回増やし目細編み2回でその後引き抜き編みを2回して次細編み3回長編みを1で長編みの増やし目を1長編み3回して中長編みの増やし目をして中長編み2回で5段目が40目になります。では5段目は細編み1から始まるので細編み1増やし目で細編みを8回1、2、3、4、5、6、7、8で増やし目増やし目をして細編み3回1、2、3で増やし目細編みを3 1、2、3で増やし目で細編みを2回で、引き抜き編みを1、2でその後細編みを1、2、3回3回したら長編み長編みが1で長編みの増やし目が1で長編み3回1、2、3回して中長編みの増やし目で中長編み2回これで5段目まで完成です。5段目まで完成したら糸を切っておきます。で今作った部分がここのベースの部分になるんですけど少しここ眉毛のところがふっくらしてるので
底の部分をこれから縫い付けていきたいと思います。始まりの部分から数えて11目目、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 11目目のところから糸をまた拾って、で立ち上がり1目で15目編んでいきます。1,2,3,4,15編めたら1段目が完成です。こんな感じで少し丸くする感じです。で2段目立ち上がり1目してまた15目編んでいきます。1,2,3,15 で15編めたらここの角度がちょっと鋭くなってるので隣の目に引き抜き編みを1回入れます。で少しここが丸くなるイメージで2段目が完成です。次が3段目ですね。3段目は中長編みを13編みます。1,2,3,4,5。13編んで、残りの3目は細編みで、1,2,3。で、これで、スヌーピーの顔部分が完成です。で、裏も作って2個作ってあります。次、目と口をつけていこうと思います。まずちょっと口が難しいんですけど、1段目の端っこからスタートして、1,2,3,4 4段目らへんにこうカーブが来るように作っていきたいと思います。
こんな感じで口が完成です。で、目は1,2,3,4 3段目と4段目の間ぐらいにちょうど来るように目をつけてあげると可愛いのかなと思います。1,2,3,4目、こんな感じですぐ完成です。で、ここまで完成したので次、耳を作っていきたいと思います。7号針で鎖編み8目から始めます。1,2,3,4,5,6,7,8 で、立ち上がり一目で1,2,3 8で、反対側も1,2,8 で、これで1段目が完成です。で、2段目ですね。2段目は、はじめ細編みを3 1,2,3中長編みを3 1,2,3 で、長編みを6 1,2,3,4,5 6で、中長編み、中長編みを3,1,2,3で、1で、細編みを4回して耳1枚目完成です。耳部分をもう一つ作っておきました。で、糸処理も終わってます。裏面はこのままでいいんですけど、表だけ周りを引き抜き編みしていきたいと思います。
で、こんな感じで耳の周りを引き抜き編みして、枠を作っていきたいと思います。でこんな感じで完成になります。耳完成したので糸の始末をして裏と表をくっつけていきたいと思います。こんな感じで縫い付け終わりました。で後で縫い付けるので この糸を届きます。と次鼻を作っていきます。鼻はこっちの5号針で作っていきます。と輪の目で1、2、3、4、5、6、でこれで1段目完成です。で2段目は全部増やし目をして12目にします。1、2、で12名でできました。でこれで鼻が1つ完成です。鼻もう1つ作りました。で鼻ちょっとピカンってしたいので白でちょっと、よいしょ、白でこんな感じでつけました。でこんな感じで糸処理をしたので裏面をくっつけていこうと思います。こんな感じで鼻完成です。で眉毛、眉毛を作っていこうと思います。眉毛は5号針で鎖編み5目ぐらい、1、2、3、4、5、こんな感じで眉毛完成です。で糸が端っこと端っこに
ちゃってるので、とじ針で片方に寄せます。でこんな感じで寄せて前に完成です。でこれでパーツが完成したのでくっつけていきたいと思います。これでくっつけ終わりました。でパーツくっつけ終わったので裏面くっつけていきます。こんな感じで完成です。スヌーピーはパーツごと自体はそんなに難しくなくてます。この口の部分作るのが少し難しかったですけど、あとは割と簡単だと思うので皆さんもよかったら作ってみてください。次回はウータンを作っていこうと思います。よかったらそちらもチェックお願いします。以上、ゆいでした。